チャオ、あちゃんです、今日の12月4日、あちゃんの晩御飯はライライテーのコッテイ麺固めです。それとね、チーズ餃子あ、こうやろチーズ餃子で、はい、ね、ネギたっぷりコッテイ、コッテイじゃない、ネギたっぷりで、アニモちゃんはこってりではいただきましょう、はい、ではいただきます。すごいボリュームまんちゃん頑張ってな、うん、こってりすごいね、逆ので、一遍連れてって思った時に前に行ってた牛丼屋で2杯入ってて、あそこのあっさりしてる、ライライテーはね、ちょっとピリ辛で美味しいね。こってり度もね、ちょうどええぐらいのこってり感で、ライライテーは梅干しをね、あっちゃんがっつりいきます。チーズ餃子チーズ餃子、こんな初めてやな。前来た時なかったな。あっ、こ合うね、合う、餃子にチーズあり、中に餃子入っとんな、たまにあるけど、外に乗ったの初めて。外にある方がチーズ感がすごい、ね、おいしい。ちょっと辛いピリッと辛くて美味しいね。
チャーシュー、トロトロ、美味しいよ。あ、天一ほどこってりが強くはないねんけど、醤油が強いねんけど美味しいねん。何でしよう、とんかつソース。あ、お酢があるんや。ちょっと足して。もうそろそろ行くかな。さっぱりし、うん。スープがさっぱりする、味変するのに。塩と塩も合うな、うん、おいしい。ヒカルがラー油と塩だけで食べんね、それも美味しいって言ったけど、うちの家族何でも塩になってきた。
そんなすっぱないまた来るよ。
腹いっぱい。ネギだけでお腹いっぱいになるね。今日の晩ご飯はライライ亭のこってりラーメンでした。美味しかった。チーズ餃子ね、すごいチーズがあっててね、ポロッととろけてて美味しかったよ、はい、よかったらライライ亭食べてみてください。ではまたね、バイバイ。ごちそうさまでした。